ついにこの時が来てしまったな。俺がニューニューを卒業するのが今回だ。多分ね。多分なんて言う必要ないな。必ずだ。今回必ず終わらせる。行きます。あ、何やっとんじゃ俺は。気合の入らん入りをしてしもうたな。ローディングじゃない、ローディングじゃない。ほい。もうちょっと近づいてさ、アップの絵が欲しかった。ニューニューのアップの絵が欲しかったんだ。これだな。こういう感じで。ボスの寸劇。あれを挟みたかったな。欲を言えばな。あれをこの動画の始まる前に入れて。で、ボス10っていう風にしたかったけど。まあ。まあまあ。次回予告みたいな感じで。音小さくない？ちょっと大きめで。行ってみます。やっぱ大きいな。やっぱ大きいな。2で行こう。強そうだな。異常に強そうだな。目がいっとる。目が。どうする？どうなる？かっこ悪い戦いよ。基本は変なビームだね。ほい。ほいで。ああ、顔変えた。ふむふむ。基本はビーム？基本はビーム？違うね。おーん。それは無理じゃない？それは無理じゃないですかね。それは無理じゃないですか。かわし方がわからん。ほいで、これを。あれ、もう一匹いたよね。あれ、いない。これは全部かわすの。なかなか、至難の技でございましょう。かわしましたか。来いよ。ん？いや、倒せてないんか。かわした。よし。こんな。ちょっと。3体がずり。ずり。当たった。これは勝てないね。もうガードがないってなると。いや、それ、どうすっかな。一体弾いてからにすっか。このレーザー吐くのは全然怖くない。一体弾いた上で。ああ、逃げないで。行かないで。よく見てればかわせる？かわせてない。これほんとむずいぞ。しかも今レーザー今度当たったんか。やっと一発かい。いやでも面白いな。面白いな。よくできてる。よくできてる。ボス戦としてはいかにもボス戦らしくて。これは結構いい、これ。好き。頭が取れて、頭変えて、で、また、あれだろ？レーザーと、それ、かわせるか？今の手はかわせるか？
マグネットの赤はね、ちょっと対処しにくいな。一発は捨てて、それはもう間違いなんだよな。完全に間違い。一回分のバリアをもう使っちゃってるし、それじゃ。結局、一打も与えられてない。一点も取れてない。あ、これ、こっちが落ちないんだ。へぇ。二連撃。右端にいると結構いい感じかも。ただ、ただ、もう打つ手はないです。この手をね、それそれは難しくないか？あの手をどうやって避ける？手を避けると、手を避けるとだ。早かった。手を避けるとだ。うん。うん、ダメ、特攻だ。こっちだ、こっち側だ。あー、もうアモバルビタール。画面端、よし、これ完璧。右端。最初右いるといい。次ここだな。これどうする？これどうする？どこでかわす？まあ、なんとかなったか。なんとかなった方か。よし、これは、最高のシナリオ。行きたい。一発で行きたい。気負いが出たな。相手の動きもわからんまんまでやられてしまうだな。今までのボスの中ではまあ確実に骨のある方だな。ここまでの攻略は見つけた。さあ次だ。ここだね。ここだね。これが厄介。手回しながら、かつなおかつ。さあ来い。避ける。避けてない。全然避けてない。もうダメだぞ。ノーダメージでここは突破できんぞ。手がね、これは。ほら。ほら。もう一匹いない。厄介ですね。難しい。完璧。これはいい。これはいい。ここからだかな。もっと前で、前で捌くか。いや、そんなわけないな。これじゃダメなんだ。これじゃダメなんだ。これじゃダメなんだ。なんとかうまいことこれ置きたいな。頼むぞ。一回、二回。よし。あ、ダメだ。やっぱ上で当たってんのか。上ってからタイミング悪かったか。ここまでは来れる。ここまでは来れた。ここまでは来れた。ここまでは来れた。ジャンプ。見えないんだよ。言い訳だな。
床の色が紫色だからちょっと判別しにくいって言おうとしたけど、いいわけだな。で、あ、そうか、出してる位置が違うんだ、よく見ると。あの赤いマグネット君を出してる位置がよく見ると違うんだ。これでタイミングつかみたいな。これはつかんでるね、割と。おいで、ここで、これを OK だよ。あ、持ってきゃよかったか。あ、持ってきゃよかったな、今。ここかな。ここが突破できる。位置が違うか？当たってる。で、ここ。あ、一発で。一発で。難しい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 。これをよし、かわした。成長ですね。さあ来いや、変わってみろ。よし卑怯ですね。ですが正当防衛でしょう。当たったか。当たってるね。これはないでしょう。初見には厳しいでしょう、今のはかわすのは。よし、完璧。ここまで OK、 ここまで OK。 さあ来い、かわしてみせよう、かわしてみせようじゃないか。後ろの方でかわすってところのシナリオまでは完璧だった。しかし足場がそこまでなかった。うい、失敗。あともう一発も欲しかったな。なあ、当たった、うん、今度はレーザーも当たってるか。ほい、まあ非常に勝つ目は薄いっすね、薄いっすね。そうだな、あのゲーム実況とか、まあ、バーチャル YouTuber のゲーム実況とかもそうだけどさ、非常にカットを多用するよな。まあ昔ながらのゲーム実況者の自分としては、あんまりカットを多用されるとなんか話がよく分かんないというかさ、つながり悪くなったりさ、なんか支離滅裂としちゃうんだけど、それでいいのかな、分かんないんだよな。お話としてというか物語性がなんか面白いとこだけを継ぎはぎにしちゃっててさ、まあ、テンポを考えたらそうなのかもしれんなと思うけど、思うが反面ちょっとやっぱ忙しいなって思っちゃうね、自分からするとね。まあ言ってもしょうがないんだけどな、そんなもんね。ウィーウィー、さあどうする。まずこれをかわすところを始めると。これぐらいかわしてないか、今のも。うん、間隔が短い、早いか。短くて早い。リベンジマッチだ。久々の続けるからのリベンジマッチ。もしかしたらこのボス戦は非常にっていうか、なんか今まで戦ってきた最後のボスがなんか横山くん、お隣の横山坊ちゃんから借りたこのロボットでいいのだろうかという気がしてしまうな。本当にこれラスボスか、本当にこいつがラスボスか。やっとニューニューという監獄から抜けられるという、そういう気持ちでいるんだけど、最後のボスがこの程度ではちょっと不安だなという気がしています。こんなもんかという、この程度のやつかという、もっとなんかもっとあんたらの本気を出してこいって気がする。まあ強いんだけどな、こいつめちゃくちゃ。今の中では群を抜いても強いんだけど。
よし、完璧。ここまではいいよ。さあ、来い。手回し来い。かわしてみせる。ああ、当たっちゃうね。上が当たっちゃうね。失敗。失敗。どうする、ここでかわすか。いけてる、いけてる、いけてる。よし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 。完璧なシナリオじゃない、ほら。あともう一発かな。これがかわせないんだよな。よし、いけた。よしよし、来い来い。ファイヤーが来るのも分かってる。あーっ、てってってって。そのレーザーは、それはレーザーなのか、それはレーザーなのか。光だ、ただのサーチライトだと思うじゃん。こんな近いとこ当たるし、もう、踏んだり切ったりだ。踏んだり切ったりだ、もう。遅いね、やっぱね。避けれる避けれる、これだと避けれる、ほら、これなら避けれる。このレーザーはね、避けれませんね。敵がトンチンカンな方向に撃ってくれてるから避けれただけで、ちゃんと狙われる、ちゃんと当たる感じで来られると当たんないね。ああ、避けらんないね。決着をつけよう。ここなら避けれる、タイミングさえ合えば。ほらほら、避けれる。やったね。で、こいつ、先にこいつをやったら、あのね、右側のやつはね、この辺に投げられてね、あの赤いやつな。この辺に投げると、そのまま右奥に行っちゃうからもう取れないんだよ。しかし、左のやつは2回取れる。さあ、時間がそろそろ20分迫ってきました。ここエリア当たんねえよ。この辺エリア。で、ここは、左を倒しと、失敗。いや、まあ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 。上。当たった。残機ゼロ。しかし、そこまで悲観してはいない。戦い方はもう分かっている。無駄に一発食らっちゃったな。これも多分イージーだ。ここまで来るとな。倒し、避け方さえ分かれば、タイミング合わせて、手さえ避ければ、ほら。ほら、避けれた。で、左から取る。ほら。ほらほらほら、いけてるいけてるいけてる。よし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 。ほいで、こいつだ。3顔目がきつい。3フェイス目が。当たったな。火がね。いやー、どうだ？もう火の出るタイミングを見て。これをラストチャンスとします。19分11秒。まあ、やっても5分ぐらいでしょうから、まあ、25分までには終わるんじゃないかなと思うけど、25分までの動画にしないといけないなと思うけれども、終わらせるぞ。人間というか、俺は、もうその、諦めなさだけが、人よりも秀でてるものだと思ってるから、多少なりとも。でーねー。気合は十分だ。気合はな。さあ来い。当たった。せっかくの1回分のバリアがさ、そんな形で。
これじゃ今までと変わらんな。だが諦めるな、諦めるな、絶対諦めるな。よし、んで左から取る。ここまでは完全にパターン掴んだな。ここまではよし、オッケー、火当たってるね。なんか当たってるね。いけてくれ、まだいけてない。ゴミ箱でもない。終わった。終わったよな。こうピンコステージ。ん？アナコンダ。まだなんかあるなこりゃ。ニューニューまだ終わんねえなこれ。さては、どう、その美的センスたるや。こんなもん絶対一筋縄でいかんぞ。見てる、こっち見てる、見てない、見てるように見えてあんまり実は見てない。なあ、当たらんかったか。当たった。実はそんなに強くないんじゃないか。いや、ダメだ。敵を侮るのは良くない。敵を過小評価するのは良くない。ここで来る。なんで？まあ、あのビーム避けるだけなら。なんで当たんねえんだあいつ。こっちの攻撃も当たってないけど向こうの攻撃も当たってないな。どうだ、知った、聞いたか、動きが変わったな。違う、衝撃波で。おかしいよ、タイミングが分かんねえ。あの敵に当たるタイミングが分からん。ほら、時間もかかるが苦戦もしている。今度は正確に狙ってき始めてるね、あのレーザー、口からレーザーが。もう一発いきたい。おお、ヒーハーとかって言ってる。
無理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 、あの衝撃は全部避けるんだぞ。とっさのかわしみ、悪くはない。さあて、これでもう一発、まあ形はつかんだか。で爆弾投げてくるから、ちょ、俺は避けねえんでしょう。あ、取っちゃった。今のパターンからすると6発当てたら倒せる。これいい顔したんじゃない俺。いい顔をしてるんじゃないでしょうか。来い。くそ、ヒーハーじゃねえよ。確実に殺しに来てるね。あのミサイルはちゃんと爆風以外の当たったとしても食らってる。倒させてくれ。これじゃ死な。よく避けた俺。よく避けたよ。神経がすり減るわ。ちょっと今度は右じゃないのかよ。これかなりテクニカルな。頭踏んで投げて、これが怖いぞ実は。あれ、あ、大丈夫か。なんで当たんねえんだよ。今度は来てない、衝撃は来てない。よしうわあ面白いもの。弱点が、油断をした。さあ来い。スパスイーバーって言ってるような気がするな。なあ、当たんねえのかよ。当たってる。なんとかかわしてはいるかな。なんか言ってんな。なんで当たんないの。なんで当たんないの。そろそろ決着だろ。こいつ食らわねえんだよ、なんでか知らんが。俺がよく画面を見てないからか。なんかあんのか、あいつに当たるタイミングが。正面から当たったら倒せると思ってんだけどな。このゲロビーは意外に当たりやすい。これは当たるよな。正面なら当たるのか。止まってる時とか。ってこと？そういうこと？うぃー、こっちだ。そこは避けた。よし。お辞儀をすると、赤いやつらが来る。
通せてない、当たってないってことだよな、今のな。来てくれます。来てくれます。OK。違うんだ。なんだろうな。当たってるんだよな。当たってないつもりなんだけどな。二つとも当たってない。疲れたな。がまあまあ4の4クリアしたってことで、この動画は最終ボスめっちゃ強いわ。ほなまた。